私の研究テーマは貧困問題と社会保障制度における課題について研究をしています。社会保障制度の最後のセーフティネットと呼ばれる公的扶助制度、日本ですと生活保護制度がそれに該当しますけれども、例えばホームレス状態にある人々、それから貧困の状態にある子どもの生活実態などを具体的に取り上げながら公的扶助制度の課題について研究をしています。SDGs のゴールで言いますと、ゴール1の貧困にあたると思います。日本の公的扶助制度、例えば生活保護制度というのは、理念として最低生活を保障するという制度として用意されていますけれども、それがきちんと機能していない、貧困の状態にあるにもかかわらず生活保護を受けられていない人々というのも多く存在をするということに気づかされました。今政策的にも課題になっているのは生活保護基準ですね。ナショナルミニマム、最低生活を保障する基準というのを一体どこに設定をするのかということで、政策的にも課題になっています。で、その保護基準というのは、じゃあ生活保護を受けている人がだけが該当する問題なのかというと、そうではなくて、私たち社会全体にとっても最低賃金をどこで設定をするのかというような、さまざまなところで影響が出てくる問題だというふうに考えています。貧困問題の解決にあたっては、やはり誰が責任を持ってその解決にあたるのかというところを抜きにしては語れないというふうに考えています。公的扶助制度の歴史を見ても、家族や地域の人たちの民間の助け合いでは十分解決できないというところから制度の成立がスタートしています。ですので、公的扶助制度の課題を十分検討する中で、貧困問題の解決ということを考えていきたいと考えています。貧困問題を考えるにあたっては、そもそも一体貧困というものをどう定義するのか、あるいはどこで測定をして線引きをするのか、それから一体どの方法で解決するのかというような残された課題がたくさんあります。ぜひそこを皆さんと一緒に共に学んで考えることができれば大変嬉しく思います。僕は教育哲学、教育思想史っていう研究をしていて、人間を能力によって測らない教育ってできないのかなっていうふうにずっと考えていて、極限まで突き詰めていくと優生学のように、障害者は存在する価値がないとか、テストの点数が低い人は学びの機会にありつけないとか、そういうことに対する批判っていうのをずっと考えてきています。 SDGs の中では質の高い教育をみんなにというテーマを取り組んでいます。教育ってどうしてもその成果を求められがちだけれども、必ずしも日常的に学校で行われていることとか、何かを達成するためとか社会的な地位を上げるために教育を行ってるっていうわけでもないというか、それだけに限らずに学ぶこと自体が楽しいとか、人間が変わるっていうこと自体に価値があるっていうことはみんなそういうふうに思っているはずなのに、なぜか教育について語られるときにはグローバル人材を育てましょうとか、何らかの能力を達成しましょうとかっていうふうに、目標の達成ばかりで、それによってランキングばかりがつけられるけれども、教育って本当はもっと多様でいろんな可能性のある営みだなっていうふうには思っています。できるだけ教育の中で序列したり排除したり格付けしたりっていうのをなくしたいっていうのが僕の一番のモチベーションなので、成績によって子供を並べたりとか、なんか特別できる子を高い職したり、できない子を切り捨てたりっていうことがないように、この目に見える成績とか評価によって、子供を格付けしない教育っていうのが僕の目指すところです。受験勉強
のようなものとは違う学びがありますっていうことは言えると思います。教育とはこうであるってすぐみんな言いたがるんだけれども、教育の難しさとか、人間が平等でみんなが幸せでっていうことがどれほど難しいことなのかっていうことを一緒に考えるっていうのは大学での学びならではかなというふうに思っています。